皆さんこんこにちはえ今回はカーボローディングもしくはグリコーゲンローディングの話をさせていただきます、えー、そもそもカーボローディングとかグリコーゲンローディングって何のことを言ってるのかということなんですが、まあまあ、定義をは,はっきりさせておきたいということなんですが、えー、それはもう言葉そのままでカーボっていうのはカーボハードレイツ、まあ、要は炭水化物のことですねでローディングのロードっていうのは、まあ、充填するとか、えーまあ、搭載するとか積載するとか まあそういうことをローディングっていうふうに言います。あのトラックの後ろなんかにザマキシマ x i m a っていう最大積載量のことをザマキシマ x i m a っていうふうに書いてあることありますけど、あの外国ではっていう話じゃなくて日本でも書いてあることありますけど、まあロードっていうのは搭載するとか積載するというような意味があります。まあ要するに炭水化物、まあもしくはグリコーゲンですね。えー、グリコーゲンを体内に最大限に 搭載載すする、積載する積のがカーボロローーーーデディィンンングググもしくはグリコーゲンローディングですでカーボハードレイツとグリコーゲンの違いは何なのかということなんですがカーボハードレイツというのは主に、まあ、その食べ物の成分の話をする時にカーボハードレイツ、まあ、炭水化物という言葉を使いますでその炭水化物が体内にどういう形で貯蔵されているのかというとそれはグリコーゲンという形で貯蔵されています、まあ、グリコーゲンというのはあのドイツ語ですね 結構、医学系の言葉っていうのは、ドイツ語が多いんですが、まあ、メスなんかもそうですね、えー。ドイツ語で刀のことメッサーっていうふうに言いますが、まあ、そのメッサーのことを省略してメスっていうふうに言うんですけど、それから患者のカルテもそうですね。えー、あれはカルテ、えー、英語で言うとカードに当たりますが、カルテっていう言葉があの、日本語でもカルテとそのままと使われています。で、グリコーゲンも、まあ、英語だったらグライコジェンになるんですが、あの グリコーゲンといいう方の言葉が使われていますただそうすると後ろのローディングは英語なわけですよねそうするとあのドイツ語と英語を組み合わせてるっていうむちゃくちゃな言葉なんですけどだけど日本人っていうのはまあそういうの大,大得意ですよねカタカナ語をこう独自の日本語に変えていくっていうのはまあ日本人のおハごですから、まあ、グリコーゲンローディングもそのうちの一つということですねでえっ、ー、と で、それを、ま、体内に貯蔵することを、ま、グリコーゲンローディングもしくはカーボーローディングというふうに言うんですけど、じゃあ、その目的は何なのかっていう話ですね。で、その目的は何なのかっていうと、エネルギー不足を防ぐため、マラソンレース中におけるエネルギー不足を防ぐためっていうことなんですが、まあ、これもじゃあ、その何のためにグリコーゲンが枯渇するのを防ぐ必要があるのかっていうのを、ま、考える必要があって、まあ、これも多くの方が知ってることだとは思うんですが、改めておさらいしておくと、 そもそもの話をすると、大体人間のエネルギー、まあマラソンレース中におけるエネルギーですね、えー。マラソンレース中におけるエネルギーっていうのは、酸素とグリコーゲン、もしくは酸素と脂肪酸を使ってエネルギーを生み出しています。だから大きく分けると、この2つのエネルギーシステムのハイブリッドで動いてるんですね。もう一度申し上げますと、酸素を使って、酸素とグリコーゲンを使ってエネルギーを生み出すか、 酸素と脂肪酸を使ってエネルギーを生み出すか。この2つのエネルギーシステムを使っています。で、これは、あの、ハイブリッドで、もうスタートからゴールまで基本的には両方使ってます。で、そのエネルギーの質がいいのはどっちかというとですね、これはグリコーゲンの方なんですね。で、質がいいというのは何を言っているかというと、グリコーゲンと酸素を使ってエネルギーを生み出す方が代謝の速度が速いんです。 代謝の速度が速いっていうことは、速く走れるっていうことです。まあ要は、速くエネルギーを生み出すことができるから、速く走れるわけなんですね。で、一方で、脂肪酸の方のメリットは何なのかっていうと、貯蔵量がめちゃくちゃ多いということです。 まあ、あの、単純計算でマラソン20回分ぐらい走るだけのエネルギーっていうのが貯蔵されています。で、これマラソン20回分ぐらい走るエネルギーがあるっていうと嘘だろうっていう風に思われるんですが、全然そんなことはなくて、ちゃんと計算したら本当にそうなんですね。まあこれ概算でいいから計算してみると、例えば私の体重は 58kg です。まあ計算しやすいように約6 0キロとしましょう。で、体脂肪率も計算しやすいように約10%としましょう。そしたら 60×0.1 ですから、まあ 6kg 分の脂肪があるわけですね。 で、脂肪っていうのは、だいたい 1g あたり 9kcal ロロのエネルギーを持っています。そうすると9、9×6000 で 54000kcal ロロのエネルギーを持っていることになります。で、体重 60kg の男性が、まあまあ女性でもいいですけど、体重 60kg の方が、フルマラソンを走るのに必要なエネルギーっていうのは、おおよそ 2500kcal ロロです。そうすると、マラソン1回走るのに必要なエネルギーが 2500kcal ロロに対して、脂肪3だけで 54000kcal ロロのエネルギーを持ってるんですよ。 だからまあさっき私20回ぐらいは走るっていうことを言ったんですがまあ計算すると大体20回ぐらいですねまあ,あの厳密に言えば24回分ですね24回分じゃないかえー、っとすいません21回分ですね21回分22回いったらあ足りひんなっていうぐらいのエネルギーは貯蔵しているわけですなのでまああの概算で言ったら、まあ、大体だからそのマラソン20回ぐらいは走るエネルギーっていうのを持ってるんですね で、それだけのエネルギー量を持ってるにもかかわらず、なんでわざわざレース前に、えー、なってですね、そのグリコーゲンローディングっていう、まあ、特殊な食事法をするのかっていうことなんですが、脂肪酸はたくさんあるけど、グリコーゲンがすぐに枯渇してしまうからなんですね。で、グリコーゲンの貯蔵量っていうのは、これは成人男性でだいたい 400g から 600g 程度だというふうに言われています。まあ、おそらく体重とかによっても違うんだと思いますが、まあ、あ体重が大きいということは、それだけ 走るのに必要なエネルギー量も多くなりますから、まあ、実質一緒だと思うんですよね。例えば、ま、プロレスラーのジャイアント馬場さんなんかは、あの、私の体よりも体自体が大きいですから、貯蔵できるグリコーゲンの量もおそらく多いんだろうとは思います。ただ、ま、その代わり体重も重いですから、あの、1キロ走るのに必要なエネルギー量っていうのが私よりも多いんですね。そうすると、ま、結局は一緒なんじゃないかなというふうに思います。で、大体まあ、あの、400グラムぐらい貯蔵されているというふうに考えてください。 で、そうすると、グリコーゲン1ムのエネルギー量っていうのは4カロリーですから、そうすると 4×400 で1 6 0 0カロリーぐらいしかないんですね。で、マラソンを走るとなった時に2 5 0 0カロリーぐらいは必要ですから、まあそうすると、グリコーゲンだけをエネルギー源としてると、まあ9 0 0カロリーぐらいは足りないということになります。で、まあだからこそ、あの人間の体っていうのはもうハイブリッドで脂肪酸と、その、 グリコーゲンと両方エネルギーとして使ってるわけなんですけれども、まあそれがですね、ペースが速すぎると、早い段階で枯渇してしまうんですね。で、これもよく枯渇っていうふうに言いますが、文字通りにゼロになってるのかっていうと、おそらくそうではないだろうというふうに思います。っていうのは理由は2つあって、まず第一に人間っていうのは生命維持のために、やっぱ早い段階でこうストップをかけるっていうようなこう機能がちゃんと備わってるんですね。 要は、グリコーゲンを、こう、が、もう完全に枯渇してしまう前に、ちゃんとブレーキをかけるようになっています。で、もう一つは、まあこれある運動生理学者がこう試算でやってみたんですけれど、脂肪酸だけをエネルギーにしたら、エリートランナーでどのぐらいのペースで走るのかっていうのをこう計算してみたらしいんですね。でそうしたら、本当に文字通りグリコーゲンがゼロになって、本当に枯渇したら、あの、1キロ5分ペースぐらいまで落ちるという試算になったそうです。 どういう試算をしたのかっていうのは私は分かりません。ただこの試算は、あながち嘘じゃないんじゃないかなっていうふうに思うのは、実業団の選手とかでも、本当に最後失速したら1キロ5分ペースぐらいまで落ちてる人もいるし、さすがに1キロ5分ぐらいまで落ちてない選手、落ちてる選手っていうのはそんなに多くはないですけど、1キロ4分ぐらいまで最後失速してる選手ってまあまあいるんですね。だからそういうのもこう目の当たりにすると、 その試算も穴ながち嘘なんじゃないかなというふうに思いますただあーみんながみんなそこまで失速するわけではないですよねだからいきなり例えばそのずっと1キロ3分ペースで刻んでいってある瞬間からピタッと1キロ4分ペースになるわけではないじゃないですかやっぱこう徐々にこう失速していきますよねだから完全にそのグリコーゲンがゼロになるまではそのグリコーゲンを使ってて本当に文字通りグリコーゲンが枯渇してこう ピタッとグリコーゲンがゼロになって失速してるわけではないと思います。やっぱりそのグリコーゲンの量が減少していくという中で、えー、徐々にこう骨格、あの中枢神経が体にストップをかけているんだろうなというふうには思います。まあ、ただいずれにしてもですね、体内に貯蔵されているグリコーゲンの量は、まあ多ければ多い方がマラソンにとっては有利なんですね。で、じゃあその体内のグリコーゲンの貯蔵量を最大限にするにはどうしたらいいのかっていうことなんですが、 これは、まあ、たくさん炭水化物を食べて、えー、普段以上にその貯蔵量を増やすっていうことなんですけど、これまず一番多くの方がやってしまってる、一番多くの方がやってしまってるというか、多くの方がやってしまっている最大の過ちっていうのは、レース当日に食べるということです。レース当日の朝にドカ食いしたところで、グリコーゲンローディングとしては意味がないんですね。なぜならば、 自分が食べ物を摂取してからグリコーゲンとして貯蔵されるまでに最低でも20時間ぐらいはかかるからです。最低でもっていうか大体20時間ぐらいかかるからです。で、やっぱり最低でも一晩はかかります。やっぱ寝てる間に一番そのいろんな代謝の変化っていうのが行われますから、まあ寝てる間に一番グリコーゲンに変換されてるんですね。で、えー、そうするとですね、レース当日の朝にたくさん食べたところで、それがレース中にエネルギーとして使用されることはないんですよ。 まあ、血糖値だけは上がりますから、あの、脳のエネルギーには使われると思いますけれども、骨格筋として、え骨格筋でエネルギーとして使われるには、グリコーゲンという形で貯蔵されていないとダメですから、あの、血糖値が上がるだけでは意味がないんですね。えそう考えると、大体20時間前ぐらいに、えー、摂取する必要があると。で、そうすると、大体のマラソンっていうのは午前中に開催されますから、大体前日の昼,昼ご飯ぐらいまでに食べとかないといけないんですよ。で、 えー、まあ、前日の昼が最後のタイミングだとすると、じゃあ大体どのぐらいから開始したらいいのかっていうことなんですが、これはもう大体レースの7十時間、十2時間ぐらい前だというふうに言われています。で、えー、さらに、そのグリコーゲンローディングっていうのは必ずしも度角いではないことの、その一つの理由っていうのは、 人間ってたくさん食べて吸収しきれなかったものはすべて脂肪として貯蔵されるんですよ。つまり、グリコーゲンとしては貯蔵されないんですよ。あの、炭水化物食べたら太る、炭水化物食べたら太るって言うじゃないですか。あれは要は、炭水化物食べすぎたらあ、グリコーゲンとして貯蔵されない部分があの脂肪として、えー、貯蔵されてしまうから、炭水化物食べたら太る、太るって言うんですね。ただ別に炭水化物を食べたら必ず太るというわけではありません。 私なんかも実際に多分一般の方の2、3倍は、一般というかその平均ですね。えー、平均値と比べると多分2、3倍は炭水化物食べてますし、ほぼほぼ炭水化物しか食べてないぐらいの勢いで炭水化物食べてますが、それでも全く太りません。えー、その理由はなぜかというと、要はそれだけグリコーゲンが必要だからなんですね。要は他の方よりも、一般の方よりも、あのー、必要とするグリコーゲンの量が多いわけですから、 それを、まあ、トレーニングで使ったら当然補充しなきゃいけないわけですだから、まあ、私の場合は炭水化物を人並み以上に食べてもですね人に3倍食べても、えー、全く太らないということになってますでえーえー、っとだからその話を戻すとい一度にたくさん食べて消化吸収できなかった部分はグリコーゲンとして貯蔵されないのでポイントとしてはなるべくよく噛んで 小分けにして食べるっていうのがグリコーゲンローディングの一つのポイントなんですね。で、確かに小分けにするって言っても別に必ずしも1日6食にしなければいけないというようなことではないんですが、いずれにしてもレース当日の朝に1回だけドカ食いしてもなかなかグリコーゲンローディングっていうのはうまくいかなくて、やっぱり大体いい72時間前ぐらいからもう毎回の食事内容において、えー、なるべく炭水化物の比率を増やすということが重要になります。 でその際に避けたいのはやっぱりタンパク質とか脂肪とか食物繊維とかそういう消化吸収が難しいものを一緒に摂るのは避けた方がいいんですねまあも,うもちろん最低限は多分ね野菜とかも食べないとちょっと体調悪くなる体調悪くなるっていうかまあちょっとこう、まあ、まあ体としては良くないんでしょうけどそれはもうあくまでも最小限に抑えるかまあ3日ぐらいだったら何別に野菜一切食べなくても大丈夫なんじゃないかなって思ったりもします、まあ、いずれにしても その野菜とかみたいなその食物繊維が多いものを取ってしまったりとか、まあ、特に脂肪ですねやっぱり脂肪を取るとどうしても食欲が抑えられてしまうので、えー、脂肪と一緒に摂ると、まあ、食欲もどうしても抑えられてしまうしやっぱり人間の体っていうのはその1回に消化吸収できる量とか、まあ、要はその消化期間にかかる負担ですねそれを考えた時に消化期間の方も1回に耐えられる量っていうのがやっぱあるわけですよ。 で、そういう時に脂肪とかってやっぱお腹に残るじゃないですか。で、食物繊維もやっぱりそうなんですね。だからまあダイエットしたい人がたくさん野菜を食べるっていうのはあの理にかなってると思います。食物繊維っていうのは消化吸収に時間がかかるので、えー、あんまりその、まあこうカロリーはないけれどお腹がある程度膨れるので、まあ結構理にかなってるとは思うんですが、カーボローニングの場合はああそういうことをやってしまうと逆に炭水化物の消化吸収が阻害されてしまうので良くないということですね。 というわけで、カーボローディングに関しては以上です。あのレースのだいたい72時間前ぐらいから、なるべく、えー、よく噛んで、何回にも分けて、炭水化物の摂取比率を最大限に増やしましょうということですね。で、レースの前日に関しては、まあ、普通に食べたらいいんじゃないかなというふうに、普通にっていうのは、その、量的には普通に、量的には普通で、まあ、レースの前日も炭水化物中心のメニューにしたらいいとは思います。 で、じゃあ、レース当日の朝食はどうするのかっていうことなんですが、まあ、一応ですね、えー、他の、他のというか、一流選手なんかも、まあ、炭水化物中心のものを食べる人が多いです。まあ、それがパンなのか、オートミールなのか、お餅なのか、その辺はその人の好みですけど、まあ、一応、炭水化物を軽く食べます。ただ、この段階では、あんまり食べ過ぎると、レース中に腹痛を起こすので、あくまでも軽く食べるだけですね。 で、あと、一応みんな、そのレース当日の朝食っていうのは、あの、レース中にはエネルギーとして使われないっていうのは理解した上で、まあ、まあ、それでも一応炭水化物にしとくか、みたいな、まあ、そういう感じだというふうに思ってください。で、繰り返しになりますが、骨格筋内ではエネルギーとして使われないかもしれないけど、まあ、一応血糖値が上がれば、あの、それは、脳はそれをエネルギーとして使うことができるので、まあ、あの、そういった、 意味合いだというふうに思ってくださいといとわけで今回の内容は以上です。最後に長距離走マラソンが速くなりたい方にお知らせです。えー、長距離走マラソンが速くなりたい、超効率的努力を実現して速くなりたいという真剣なランナーの方,方のために、えー、超効率的努力を実現するための必要な知識を体系的かつ網羅的に解説した45本合わせて総再生時間30時間のオンラインスクールをご用意しております。 興味のある方は今すぐ動画の概要欄の URL をクリックしてご確認ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。